相撲は。お前だけは絶対に許さない。覚悟しろ。ここまでたどり着くとはな。いいだろう。余の力を見せてやる。遠く及ばぬぞ。貴様の剣ではここまで届くまい。ダブリ殺しにしてくれるわ。このやつ、よくもこんな出来損ないを育てたものだ。勝てる。何だと。貴様は耐え難い屈辱を味わったことがあるか。凍土に眠り小石で上をしのいだことがあるか。命に変えて力を渇望したことがあるか。生まれながらに力を持ち、ロセズ封印騎士団という地位を見つけたやつに、帝国軍の生き残りだったヨウがどんな目に遭ってきたかなと想像もつくまい。帝国軍の、なぜだ。なぜあんなひどいことを直轄区の人たちにできた。その痛みがどれだけ苦しいかお前は分かってたのに。しかるべき地位と権力が手に入るなら、己の誇りや人間としての尊厳なぞはドブに捨ててやったわ。ジスモア、お前は悲しいやつだな。なんだその目は。貴様だぞ。貴様のような人間だぞ。この世から消えてなくなるがよい。遊びはここまでだ。今までの行いを悔いるがよい。のものが我の前にひれ伏すのだ。お前は愚を罠にかけ、今度はエリスまでも許さない。お前らしい攻撃をしよって。誰にも許しなどこむな。貴様こそ相手を見たらではな。勝者となった。全ての弱者を等しく束ねる権利を得たのだ。力こそ全てなのだ。おのれ、まさかここまで世を追い詰めるとは。その目、愚とよく似ておるわ。皮
なたしか知らない奴が娘だ。虫捨が走る。実もはお前の負けだ。終わりだよ。好きにしろ。我が手中に落ちる世界なぞくれてやる。何？そして思い知るがよい。貴様の正義なんぞ所詮ハリボテだということをな。世話の焼けるやつよ。世話焼きついでにうぞうむぞうもあらかた片付けた。まあ大半は逃げ出したがな。レグナ、またお前に助けられた。あの人影は？レグナ、降りてくれないか。新艦長精霊、ご無事でしたか？ああ、ついに正しいことをしたの。これで全ての民衆は騎士団の圧政から解き放たれる。マナ、君が解き放ったのは民衆じゃない、最終封印だよ。どういうことだ？直轄区の鍵の維持には確かに民衆の犠牲が必要だった。その理由は最終封印である赤き竜を封じ込めるためだったんだ。けど人間の女神と違って竜の力は強い。暴走する危険がある。たくさんの強い力を使って赤き竜の自由を奪わなくてはならなかった。民衆の命は世界を維持するために使われていたんだよ。本当の意味で彼らは殉教者だったんだ。嘘、嘘です。そんなのマナ、君はまたあの時と同じ過ちを。やめて、お願い、やめてください。違う、私知らなかった。私過ちなんて。大丈夫だマナ、俺がマナも世界も守ってみせる。新艦長精霊、最終封印赤き竜はどこにいるんだ？おそらく聖地と呼ばれる場所です。Thank you.